大瀬総合病院は、三重県大瀬市にある東紀州保健医療圏内の医療機関の一つ。大瀬市立の病院である。東紀州では、南室郡三浜町の機南病院とともに、緊急医療を担う病院である。ただし脳梗塞などの重病への対応は困難である。ため、三重県では2003年より、和歌山県、奈良県と共同で、ドクターヘリを運用している。 1934年8月に北室郡尾和瀬町が町役場内に設けた尾和瀬町立診療所が尾和瀬における公立医療機関の始まりである。また1941年8月になると尾和瀬町は私立の尾和瀬病院を買収し、翌1942年3月から町立尾和瀬病院として運営を開始した。同年11月には、 小瀬町信用農業会が63床の規制病院を開設し、町立小瀬病院と共に、小瀬地域の中核医療機関を構成した。第二次世界大戦後、国民健康保険制度が1948年に始まると、小瀬町立病院は利用者が急増し、1954年に小瀬町が周辺の村々と合併して、小瀬市となったことにより、 小瀬市立病院に解消、機能の拡充が検討されるようになった。1956年9月には小瀬市立病院の拡充を検討する特別調査委員会が発足した。同委員会は、経営母体が小瀬町信用農業会から三重県厚生農業共同組合連合会に移行し、223床まで拡大していた規制病院の買収を提案した。 規制病院側は、買収には応じる意向を示したものの買収価格で、調整が難航し、1957年9月になって6900万円で決着した。大瀬市では買収した規制病院を1958年4月から、大瀬市立病院の本院とし、旧大瀬市立病院を新大瀬市立病院の分院とした。また旧規制病院は、 大阪大学系の医師で占められていたが、新大瀬市立病院への移行に伴い、京都大学系に改めた。この時に、区喜庁に、区喜診療所を開設した。分院は1960年1月に、大瀬郵便局に売却された。1961年7月、大瀬市の高度医療を担う、中核病院となるべく、大瀬市立病院条例の改正がなされ、 1965年5月1日には、三重県知事から、総合病院へと昇格する認可を受けた。そこで、小瀬市当局では1967年7月に、病院の新築移転を決定し、旧フルドの一営グラウンドに新病院の建設を開始した。総工費は4億2500万円で、1969年3月に、鉄筋造り6階建ての小瀬総合病院が、 完成した。新病院には、尾瀬市、長島町、宮間町による組合経営の尾瀬離病者が併設された。2005年4月、三重大学は、東紀州の産婦人科を、避難病院に集約することを発表し、尾瀬総合病院の産婦人科は、同年7月から週2回の外来診察のみとすると、した。これに対して、尾瀬市当局は、独自に、 産婦人会を確保する姿勢を示し、8月1日の大和瀬市議会で医師が確保できたことが公表された。しかし、この時内定し9月に着任した産婦人会の報酬が年間5520万円であることが判明すると市議会や市民の間で波紋を起こした。結局、報酬交渉の不調でこの医師は1年で大和瀬総合病院を去り、 別の医師の着任が決まったためなんとか産婦人科は維持された。2020年12月、大和市長の加藤専足は、当院で2016年2月から使えない状態の放射線治療装置について、来年度に新しい機器を導入する方針を示した。リニアックは、がんの治療や、がん性頭痛のコントロールなどの緩和医療に使用される機器であるが、 2020年12月現在、東紀州5市長で稼働している医療機関がない。市議会定例会では、市議より病院の収入がない中で3億6000万円をかけてやるのか、リニアックに固執しないで経営状況を考えて見直しをしたらどうかなどと質問があったが、加藤市長はリニアックの患者需要の見込みから病院経営に影響はなく、 収支として採算が取れると判断したと説明。大和瀬総合病院は地域に欠かすことのできない医療機関、がん治療で遠方まで行かなくても精神的、肉体的、経済的に軽減できるようにするとも述べている。ありがとうございます。